はい、皆様こんばんは。8月19日月曜日、147回のしゃべくりマッシュルの時間がやってまいりました。今日のマッシュルはですね、朝から暑くてですね、日中はまあ35度ぐらいありましたですかね。そんなマッシュルでした。今日のゲストをご紹介いたします。長野県剣道連盟小学生ジュニア強化普及委員長並びに、清野育成会剣道クラブ館長の倉石秀明さんです。よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。まず今日のお話ですけれども、はい、長野県小学生剣道連盟大会で5年連続で6回目の優勝を果たしたっていう清野剣道クラブのお話をちょっとお聞きしたいと思いますけれども、はい、まあ、清野剣道クラブはいつ頃からできたのかっていうのをちょっとね、お聞きしますけれど、はい、ですね、はい、清野育成会剣道クラブですね、はい、昭和42年今からだから47、8年ぐらい前ですね、はい、私が小学校5年生の時に清野育成会剣道クラブができました。はい、できた時はですね、実はうちの死んだじいさんがですね、松代の防犯協会長をやってまして、で松代の防犯協会、それと松代警察署、はい、それと松代高校にですね、坂井篠之助先生という先生がいらっしゃいまして、その、まあ、3名の方がですね、はい、少年健全育成をということで、はい、松代に松代防犯協会剣道クラブを作りましてですね、はい、その後、まあ、2、3年後にうちの清野剣道クラブができたということですね。はい、なるほどね。これ作ったのはあれは結局あれですかね、何人ぐらいいたですか。そうですね、当時はですね、はい、まあ、清野小学校、まあ、防犯協会っていう形もありましたけどですね、多分5、6年生はほとんど全員入ったと思いますから、多分100名ぐらいはいたんじゃないですかね。当時はね。なるほどね、はい、でも防具だとかそういうのはそうですね、どうしたんですかね。防具もね、正直言うとね、はい、例えばね、当時のね、ライオンズクラブさんだとかね、あと松代の町の中の有志の方とかがね、防具を寄付してくれましてね、こう胸にライオンズクラブのマークがついた銅をつけたりとかしてましたよ。ですから、まあ、全員の防具はなかなかなかったですけど ね、はい、100人からって言ったら ね、ちょっと大変ですからね。はいはい、うん、倉石さんはだけど小学生何年生ぐらいから入ったんですか。先ほどね、小学校5年生ですね。まあ、ちょっと、まあ、うちの死んだ じいさんが作ったんですが、親父と非常に落ち着きのない子だったもんで、はい、まあ、剣道でもやりなさいということで、と、まあ、その時に私が5年生でですね、はい、ですから5年生から、まあ、現在まで剣道やってるということですね。結局あれですか、はい、中学高校っていうのも全部、ね、そうですね、ずっとだからやりました。松代中学、まあ、うん、高校と全部やりましたけど、まあ、成果はそんなにはなかったですか。そうですね、多分清野育成会剣道クラブができて、私が5年生6年で試合でもほとんど長野市大会でも1回戦負けっていうのがほとんどでした ね、 なるほどね、はいはい、あれですかね、その、まあ、剣道にもこれいろいろ段があるっていうんで、はい、これ段を取るにはどういうふうにすればいいかっていうのがあるんですけど、これもちょっと表にしてみましたけど ね、 そうですね、ちょっと説明お願いできますか。はい、剣道はですね、まあ、まあ、9っていうのがまずありまして、はい、まあ、まあ、10級からまあ1級までございましてですね、はい、それが、まあ、まあ、年少から3から始める子がいたり、まあ、その、まあ、技術によって、1級に、まあ、8級から約1級までですね、うん、で大体6年生ぐらいで大体1級という形ですね、うん、それから、まあ、中学1年生で1級、うん、それで14歳になると初段のを取れる資格がきますもんで、うん、それから初段から5段までは各都道府県の、はい、剣道連盟が審査をして、うん、初段から5段まではという形になりますね。で6段から7段8段を高段って言うんですが、高段者、はいはい、高段者は中央審査と言いましてですね、はい、まあ、東京であるとか京都であるとか名古屋であるとか、はい、まあ、地方審査ってのもあるんですが、はい、その場に行って、まあ、審査を受けると、はい、非常に6段7段8段は非常に難しくてですね、はいはい、大体ですね、まあ、6段で大体、まあ、そうですね、1000人受けると150人ぐらい、まあ、15%、 大体、まあ、で7段になると1000人受けると100人、 10%、 8段になると司法試験よりも難しいっていうぐらいの試験ですもんで、1000人受けて、まあ、多い時だと十数名、少ない時は8名ぐらいとか、非常にだから難しい審査という形になりますね。プラス今何段？私今7段です。7段、はい、今度は8段、まあ、8段に向けて今一生懸命トレーニングはしてますけどね。あ、そうです、はい、毎日何をやってるんですか。毎朝ですね、はい、まずストレッチをして、まあ、うちの周りを一生懸命ジョギングをして戻ってきて、ストレッチですね、腹筋腕立て、はいはい、でまあトータルで約1時間ぐらい最終的に素振りをして、だいたい1時間というメニューで毎日、だいたい月曜日から金曜日まではだいたいやってますね。土曜日曜はだいたい朝稽古があったりとか、大会とか出稽古がありますので、子供たちを連れてがありますから、土曜日曜はほとんどできないですけどね。はい、
まあ、あとはあれですね、そうするとこの今剣道クラブ、今日の剣道クラブにもなんか歌があるのかそうなんですよ、ね、ちょっと聞かされたので、はいはいはい、ちょっとこれね、譜面とそれとあとこの CD の、こういうのもあって、これなんかねちょっと面白いあれがあるんですけど、ちょっとこれね私が歌ってるんですよ、非常に恥ずかしいんですけどね、うん、はい、ね、ちょっと聞いてみますね。これもなんか楽譜がなかったとかって、そうなんですよ、これ楽譜がなくてですね、ちょうどね40周年記念の時ですかね、うん、私のまあ小学校の時の、いや先生師範が大村に渡辺二郎先生という先生がいらっしゃいましてですね、はい、その先生もこう歌ってんのはなんとなく覚えてらして、で私も覚えてて、それをですねテープに取りまして、たまたま保護者の中に音楽の先生がいましたもんで、うん、はい、音楽の先生にお願いをして、こう今出ました譜面を作ってもらったんですよ。で正直言うとその、まあ、42年の剣道プログラムができる時のこの歌を作ってくれたのが、はい、校長先生がたまたま音楽の先生 でその音楽の先生が、まあ、剣道部できるなら歌の一つもあった方がいいんじゃないかということで、で校長先生がこの歌を、まあ、作っていただいたんですね。それからまあ最近は歌えないですけどね、記念大会とかそういうことがあると、うんうん、みんなで一生懸命思い出して歌ってみますけどね。あ、なるほどですね、はい、そんなことであれですね、まあいずれにしてもこの剣道の中でも、今言ってたそのあれですね、県長野県小学生剣道連成大会で5年連続6回目の優勝だっていうので、一応まあこのね、これのちょっと説明をしていただいて、そうですね、この、はい、まあ、長野県、まあ、小学生のね、はい、強化連成会っていうの、うん、まあ、連成会という形で、うん、まあ、第7回目が終わってですね、これ7回目のあれでしたね、まあ、連続5回、はい、まあ、優勝してもらって、まあ、はい、まあ、指導員もともかくまあ子どもたちがそれだけ一生懸命頑張ったということだと思いますね。あ、なるほどね、はい、うん、ですからまあ長野県剣道連盟の中ではですね、はい、小学生の大会の中でこれが一番のメインの大会という形になってございますので、はい、まあ、あのサブタイトルにですね、はい、大阪で毎年ですね9月に、うん、全日本都道府県対抗、うん、大阪で優勝大会という大会があります、うんうんうん、そのいわゆる選考会も兼ねている大会ですので、なるほど、ね、小学生としては非常に、まあ、一番重要な大会であるということですね、うん、はい、その中で、はい、まあ、本当に頑張って、まあ指導者もありますけど、まあ、子どもたちが一生懸命頑張ったってことだと思います。なるほどね、はい、まあ、あとこれ見ていただくと2回目はちょっとね、そうなんですね、ダメでしたけれども、あとはもう、はい、最初からそうなんですね、はいはい、優勝優勝っていう形ですね、ですね、はい、まあ、正直言うとね、この大会を、うん、まあ、長野県剣道連盟に交渉してですね、はい、この大会を始めようって言ったのが私なんですよ、実は言い出しっぺが、まあ、大阪の大会があると、全国大会が第1回目の大会の時は正直言うと長野県の選考会はなかったんですね。あ、で、まあ、たまたまその頃から私小学生の、まあ、強化やってましたもんで、はいはい、お前が選手を決めろと、うん、いうことで、まあ、5名を選んで、うん、それでまあ大会に行ったんですが、うん、まあ、どうせでしたらね、うん、まあ、予選会という言い方もあれですから、うん、選考会という形で長野県の小学生を全部一堂に集めて、うん、その中から優秀な子を選んだのがどうだっていう話になりましてですね、うんうん、なるほどね、でそんな形でだからまあ始めた大会ですね。あ、この今先ほど言った、全国選抜少年剣道、ね、あ、剣道連成大会ですね。あ、はいはいはい、これもそれは、はい、そうですね、それはね、またね、うん、長野県の選抜とかっていう意味とはまた違いましてですね、はいはい、これはですね、うん、茨城の水戸、いわゆる水戸藩ありますね、はい、水戸に東武館という有名な道場がございまして、うん、そこが主催する大会なんですね。これは非常に歴史がありましてですね、はい、まあ、ここにこれはたまたま18年の48回って書いてあるんですが、はいはいはい、本当に歴史がありましてですね、うん、この大会っていうのは小学校6年生一番最後の3月の最終の日曜日に、土曜日曜に行われる大会なもんで、うちらとするとこれが最大の、先ほど言ったのは
長野県の選抜ですから、うん、各優秀な選手を集めて全国大会に行くんですが、はい、清野育成会として単独で行く大会は全国大会はこれが一番まあメインの大会という形になりますね、うんうん、これもって団体優勝というのはねこれたまたまですね平成15年と19年にですね、はいはい、この大会でまあ全国7位ということになりましてですね、まあ、ここに書いてありますように、うん、優秀賞という賞をいただいたんですよね、はい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 、まあ、19年ですからそれがまあここ数年はですね、うん、まあ、今年の3月にもあったんですが残念ながら3回戦敗退ということなので、 そうですなかなかね、うん、うちの子供たちの最大の目標は先輩たちを追い越す、うん、先輩たちの記録を追い越すというのが最大の目標だってますので、うん、なるほど、この先輩たちが今年3月に高校を卒業しまして、はい、まあ、あの剣道の専門の大学に進んだ子もいれば、戻ってきて清野の指導員になるんだって言いながら大学行った子もいればですね、たまたま俺は大学からですぐ就職してっていうこともで、そういう子供たちがですね、帰ってきて清野の今指導者としてまた、ね、やってらっしゃる、大学を出たり高校を卒業して就職した連中もですね、指導者としてみんな頑張ってくれてますね、うん、なるほどね、はい、これはまたあれですよね、これがね、これ54回、ね、去年のやつかな、そうですね、今年の3月、ね、だから今の中学1年生の連中ですね、うん、これも残念ながら3回戦で強豪と当たりましてですね、負けてしまったんですよね。あ、そうですか、はい、ですからまあこれは本当に日本中、本当にあの沖縄から北海道まで本当に優秀なチーム、だいたい430団体ぐらいですかね、集まる大会で、はい、非常にだから水戸大会といったらもう知らない人はいないぐらい大きな大会ですね。あ、そうですか、はい、なるほどね、まあ、あと剣道クラブもこれあれですよね、自身で5年ごとに記念大会をちょっとやってるっていうので、ちょっとこれね、これをちょっとお借りしてきました。これが35周年の時のあれですね。あのですね、ちょっと見て、はい、20周年の時からですね、うん、そのじゃあうちの清野もじゃあ20年だったから記念大会をやろうよっていう話で、そこからですね、うん、もう大会が始まったんですよ。5年ごとに大会をやっていて、うん、初めまあ20周年の時はほとんどまあ近隣のまあ、松代地区だとか南地区を集めてやったんですが、年々ですね、はい、こうまあ、さっきの話ですけど、まあ、全国大会に行ったりとか、まあ、はい、北信越だとかいろんなところにこう遠征に行ったりとかですね、うん、お世話になっている道場さんもたくさんありますもんですね、はいはい、この45周年の時は本当にまあ今から2年ぐらい前の、うん、なんですけど、これ45周年だね、本当にですね、うん、もう全国の強豪チームがたくさん集まっていただいて、東京、茨城から始まって、はい、山梨、栃木、ね、うん、本当にたくさん集まっていただいて、本当に盛大に今45周年はできましたね。なるほど、ね、はい、これさっきあのこれはどういうあれだって言いましたですか、これね、ちょっとあの説明してください。これはですね、うん、うちね、小学校6年生卒業するときにですね、はい、こう分かりますかね、首にですねこうメダルをいっぱい下げましてですね、うん、小学校1年生から6年生まで取ったメダルを全部首に下げて、それで写真を撮るっていうのがもうここ十数年伝統で続いてまして、うんうん、この年は、まあ、この子たちは今高校1年生かな、あ、なるほど、ね、うん、みんなその年に撮ったトロフィー盾、うん、優勝旗を全部並びまして、うん、それを写真撮るのが恒例になってますね。あ、なるほどね、まあ、あれ今後どのような感じであれですかね、考えてやっていくんですかね。まあ、そうですね、まあ、先ほどもまあ県の大会っていう話がありましたけど、はい、本当にね、うん、県ではもう本当に一度も一等賞でいられるような、まあ、チーム作り、子どもたちの指導を真剣にやっていきたいなというふうに考えるのと、うんうん、はい、それでやっぱり、まあ、先ほどね、水戸の大会とかでもやっぱり全国、はい、全国にまあ通用する子どもたちを育てるっていうのが、まあ、こちら特に私は今館長という立場でいますもんで、ほとんど今うちの道場はあの教えてる先生がほとんど私のみんな教え子なんですよ。あ、はい、なるほど、そういう子たち、まあ、子っていうか、まあ、先生たちもですね、相当今気合が入ってますから、うん、本当に全国に通用する子どもたちをどうやって育てようっていうことで今頭いっぱいですね、うん、はい、何人ぐらいいらっしゃるんですか。今子どもたちは小学生が23、4名ですね、うん、中学生はまあ10名ぐらいいますけどね、うん、はい、あ、指導員は、指導員はね、全部で今ね、うん、8名いますね。あ、そんなにいるんだ。多分長野県の剣道家に一番多いと思います。そうだ、ね、一番充実してんじゃないかと思いますね。あ、なるほどね、はい、あ、じゃあますますあれですね、今後の期待をしたいという意味で活躍を、はい、期待しております。ありがとうございます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございました。
笑いが始まりましたね、はい、始まりました皆さん、はい、来週は来週、はい、はい、どなたでしょう。あ、私ですね、来週ですね、はい、じゃあこれ、はい、こんな風ですね、はい、はいはいはい、来週はですね、来週はどなたでしょう、私でしたあのね、160年続いてるね、うん、あの村の行事についてですね。あ、本当、ね、宮村ってどこの村。あの東城の東原町で、東原町でというところなんですけどね、はいはいはい、あの百万遍っていうね、その無病息災かな安全などに繋がってですね、あの数珠回しをするんですね。あ、数珠回し、それがね160年欠かさず続いてるんですよ。それをね、あの宮沢さんっていうあの区長さんとですね、代理区長の和美さんにね、お話を伺おうということで、だいぶね、何やるのかってトントンとって叩いて、そうですね、あのトントンって叩いてね、あの鐘ですね、うん、鐘を鐘の音に合わせてですね、数珠回しをするんですよ。それをね、何ぐらい集まる。だいたい150人から200人ぐらいですかね。そんなに集まる。だいたいね、例年まあ、多い時と少ない時は多分あるらしいです。だいたい150人ぐらい集まるんですかね。順番にね、だからあのその数珠回しをしてる時はね、はいはい、あの15人とか20人なんですけど、あ、はいはい、あの5分10分数珠回しで帰っちゃって、また次の人が来るっていうんで、トータルでもう150人100人っていうことですね。私もね、今聞いたけど、うん、全部俺こうやって回すんかなと思ってたから、そんなことなかったんだね。なんですかね。じゃあそういうお話を、そうですね、来週楽しみにしてください。わかりました、はい、じゃあそんなことで、はいはい、来週のしゃべくりましろ、どうぞお楽しみに。